横断歩道の手前で止まって、まずサイン。ドラン。はい、もともとやってまいりました。おうちで学ぼう交通安全。私はもうすっかりおなじみの横断歩道のしましまお姉さんでーす。あれ、しましまお姉さん、あんなところで本読んでるの？ママくん、こんにちは。やあみんな、こんにちは。僕は魔法幼稚園のまんまるわたるだよ。しましまお姉さん、何してるの？秋の夜長は読書だと思う？そんなこと言って、どうせ夜更かしするんでしょう。まあ、迷惑だな。迷惑？説明しよう。前回しましまお姉さんにやっつけられた迷惑なんじゃーは、迷惑というキーワードだけで現れるパワーを手に入れたのだ。ワイの名は迷惑なんじゃー。え、迷惑なんじゃ、迷惑なんじゃー言うとるやろて。たまーにしか出ないからニヤニヤしやがって、ほんとめんどくさいやっちゃな。まあ、ええわ。今日も張り切って迷惑行為しに行くぞ。さあさあ、今回は読書の秋におすすめの本を紹介すんぞ。この機会に時代小説っちゅうのを試してみるのはどうや。時代？テレビドラマなんかで時代劇一度ぐらいは見たことあるやろ。それを活字で楽しむと思えば。まずは畑中めぐみのしゃばけシリーズ。江戸時代を舞台に優しい若旦那とあやかしと呼ばれる妖怪たちが難事件に挑むファンタジー歴史小説や。迷惑なんじゃのお友達がいっぱいいるよ。迷惑なんじゃな。シリーズといっても1話完結やから、どっからでも気楽に入れる時代小説初心者向けなんや。へー、意外にもスラスラ読めちゃうもんだね。そやら。次、辻堂海風の一兵衛シリーズ。風の剣の使い手でありながらソロ版を得意とし、武家商家の台所を預かる一兵衛の痛快地帯劇。出た、チャンバラ。シーンを想像しながら活字で読むのも楽しいね。次、宮部みゆき恐ろしい三島屋編調百物語。宮部みゆきは有名だね。江戸の三島屋を訪れる客たちがお近を相手に怖い話や不思議な話をするチューンや。話をする客もお近も最後は心が溶けていくっていう切なくてほっこりするお話だね。次、高田香織銀二冠。大阪天満の寒天問屋が仇討ちで父親を亡くした角之助を銀二冠で助けたことから始まる運命の物語。ひたむきに成長していく松吉と仲間たち、人の優しさについて考えさせられる一冊ですな。次、佐伯康秀居眠りいわね。友達を切ったことで心に傷を負い、江戸の下町で浪人暮らしを始めるいわねが主人公。まるで眠り猫のように相手の剣を受ける居眠り剣法。エンタメ時代小説の決定版といったところ。次、上田秀と感情侍柳生真剣勝負。大阪近土の青年が野牛一族の陰謀に巻き込まれるちゅう、えらいこっちゃな小説。大阪一の近土を目指す主人公がなぜか剣術の世界に放り込まれるっていうシチュエーションがおもろいポイントかな。次、バンダイスケ大富豪同心。江戸一番の札差し三国屋の宇野吉が城町周り同心の見習いになって難事件を解決する中痛快事態劇や。札差し？城町周り同心？札差しは江戸幕府直属の監禁業者。城町周り同心中のは今でいうところの地域のお巡りさんってとこや。まあ、金持ちのボンボンが警察の真似事しながら難事件を解決する。まさに不合刑事てか。次、司馬太郎龍馬が行く言わずもがなな小説やね。出た、明治維新の歴史は学校よりか龍馬が行くで学んだと言っても過言ではないくらい。
最後は宮部みゆき、キタキタ捕り物中。謎解き怪異、人情が味わえる時代ミステリー。下っ端の見習いおかっぴきの北一が相棒の北地と出会い、様々な事件を通して成長していく中話や、今で言うところの相棒みたいな。こんなとっかな。いい、どうよしましまお姉さん。あ、夜更かし迷惑してもこれなら大丈夫。またしてもしましまお姉さんに乗せられたわ。ふん、またおもろい迷惑ネタ考えてリベンジしたるわい。覚えとけ。あれあれ、またまた迷惑かけるどころかいいことしちゃって帰っちゃったよ。さてさて、そろそろおしまいの時間が近づいてまいりました。本日の動画はいかがだったでしょうか。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた、お邪魔パジャマ。